今田則夫は、日本の企業家、株式会社ブレーンセンターの創業者、社長、編集長である。他にもシネヌーボ取締役、シネピペア取締役、テレビ、大阪放送番組審議会副委員長、大阪国際メディア図書館理事、コミュニティシネマ、大阪理事、朝日21関西スクエア会員を務める。1950年3月21日、 新潟県生まれ、兵庫県で育つ、兵庫県立伊丹高等学校卒業。1975年10月に大阪市北区店まで、清水忍と二人で出版社としてブレーンセンターを立ち上げる。1977年のタウン市、舞奈良総監を皮切りに出版事業と奈良町活性化運動を展開しつつ、1980年代には、 計220回500名の講師による公開対話セミナーやコンセプトを昭和の遺言書として大阪府や経済界など各界と連携し人間国家宝ラを招いた座談会何和塾講座のプロデュースとその講演録を編纂した何和塾総書の観光を手掛けるなど企業間もなくして金なし金なし学歴なしの状態で社会への文化活動と 企業としての経済活動を両立し、文化プロデューサーとしてのスタイルを確立していった。1982年、大島渚監督を委員長とした日本映画講座の開催を手掛け、日本映画の活性化のための活動を始める。この講演録として1987年に日本映画を読むを観九百八十三年、柴良太郎、梅沢忠夫、小松左京。 木村重信などによる大阪府文化問題講和会の提言、座談会をまとめた地球時代の大阪文化の観光を手掛ける。また、講座やイベントと出版を連携した事業展開を本格化していく中、文化や経済分野だけでなく人権問題の分野についてもプロデュースする分野を広げていった。1984年、各庁、団体と連携し、 等身大の韓国朝鮮を知る人権の教科書、サラム総書シリーズの刊行を始める。他にも在日コリアンの人命辞典、龍谷大学教授、大阪外国語大学外国人講師の金東君が監修した韓国朝鮮人名加盟表記辞典をプロデュースし刊行した。貴重な文化の遺伝子を残す。どこの出版社も出さないけれど、 次の時代に残さなければならない本があるはず。20年、30年経ってもキラリと光る本を自らの手で作り続けたい。というスローガンを持って、この時期に出版された書籍も2016年も再版し続け書店に並び、サラム総書シリーズなどは全国の教室、図書室など教育機関でも読まれ続けている。同時期に子もたちのための性教育の絵本、 赤ちゃん万歳シリーズの観光の開始や、1986年の若者文化をまとめた、期間、元気マガジンを創刊、中島ラモを招いてのシンポジウムなどを開催するなど、若者文化にもプロデュース活動をする分野を広げていった。1987年には、国際下と緑の博覧会に、パビリオン出展する、花博写真美術館ビジュアルデータバンク会館にあたり、 企画に参加し、理事に就任する。ブレーンセンター本社ビル、風の万華鏡1990年代からは、アートの分野にもプロデュース活動を広げていく。1990年、東町照明の写真集、桜、桜、桜観光に伴い、梅田ロフトでの作品展を皮切りに、全国巡回展の開催をプロデュース。この頃に、新宮進むとの出会いがあり、 1991年、新宮進むの日本国内では、初の作品集となる、新宮自然のリズムの観光を手掛け、文化と経済の両立を象徴するシンボルを作る、ことをコンセプトに、新宮進むの総合設計で、彫刻作品とビルが一体となった、ブレーンセンター本社ビル、風の万華鏡を着工させた。1992年3月に、写真専門のギャラリー、 ブレーンセンターギャラリーをオープンさせる。オープニング展には、新宮進む写真展を開催。ドービルは1992年4月に竣工し、2016年、現在も同社の本社ビルとして機能している。運営に参加しているシネヌーボまた、1997年からはアート映画館、シネヌーボの運営に参加、2000年、日本初の公設民営の映画館。 シネピピアの設立、経営に参加、2003年、新宮進むの世界巡回展、ウィンドキャラバンの報告書、ウィンドキャラバンの発行を手掛け、2004年、コミュニティシネマ大阪設立に参加したりするなど、アート分野でのプロデュース活動に加え、自らも、他団体の経営に参加するなどして、文化活動と、経済活動の両立を図っていった。また、 同時期の1998年10月からテレビ大阪放送番組審議会の委員を務め、2015年9月からはテレビ大阪放送番組審議会の副委員長に就任する。2008年には新名和塾講座を大阪府や四館以降は各大学とも連携しながらプロデュースし、その講演録を編纂した新名和塾総書の刊行を手掛け、 関学民で、関西の文化、学問、伝統の継承活動を図った。連携した各館ごとの編著者は、1館から3館が、大阪府立文化情報センターと新奈庭塾、総書企画委員会。4館から5館が、大阪府立大学観光産業戦略研究所と、関西大学大阪都市遺産研究センターと、大阪府と新奈庭塾総書企画委員会。 六巻から七巻は、大阪府立大学観光産業戦略研究所と、関西大学大阪都市遺産研究センターと、大阪府都心な庭塾創始企画委員会。2009年以降も、出版のプロデュースは続け、後藤正春ノンフィクション全集、後藤正春ノンフィクション集の観光をはじめ、大田純一写真集、父の日記、福岡道をエッセイ集、作らない、彫刻家、 新宮進む手書き本、僕の頭の中、大田純一ノンフィクション、写真家、井上清流の時代などの観光を手掛けた。被爆から70年と、震災から20年経つ2015年には、三田村明写真集、広島エレメント、大田純一写真集、無情の菅原商店街の観光を手掛けている。映画分野では、2014年3月11日、 コミュニティシネマ大阪と大阪市とが連携し、開催している大阪アジアン映画祭の第9回において、新宮進むドキュメンタリー映画、ブリージングアースを特別上映。2015年9月に同映画をシネヌーボで国内初の劇場公開を行った。ありがとうございます。